こんにちは、なぐも時計店です今日は、えー、時計のお話じゃなくて申し訳ないんですけども僕には弟がいるんですねちょっと年の離れた弟がいるんですけども、えー、僕の弟はすごい車が好きでであのー、現在ポルシェのカイエンという大きい車に乗ってるんですねでえっ、ー、とそれをまあ兄ちゃん売りたいんだけど あの誰か知り合いとかに聞いてもらえないかなと言われたんでまあちょっと YouTube とかブログに書いてみようかなと思ったので、えー、ちょっとお話ししたいと思いますえっとねポルシェのカイエンという四輪駆動の大きい車で,で色は黒ですで、うん、と2008年ぐらいの車でで黒のカイエンで 2008年で10万7,000キロ走っていてけど車検は取ったばっかりで、えー、と2年ぐらい前に、えー、とトランスミッションの修理が80万ぐらいって言ったかなそれから、えー、とドライブシャフトがなんかやっぱこれも何十万とか言っててあと何だったっかなドライブシャフトとあターボの修理がこれが。 えと今去年に何かちょっと水漏れだかおの漏れだかとか言ってて、えー、部品が来るまで半年ぐらいかかって修理してで車検をつい先月かな取って、えー、5月先月からまあ約1年11ヶ月ぐらい車検が残っていてで10万キロ走ると壊れやすいという場所を一通り全部直して。 エンジンは4.5リットルの V8 ツインターボで450馬力あって、まあ、むちゃくちゃ速いんですよ。で内装が薄茶色ですごくこう高級感があってで、まあ、もちろん乗り心地もすごく良くてで、えー、っとすごいのは夏のエアコンの効き方が抜群です。例えば、真夏に どこかに遊びに行って炎天下に車を止めておいて1時間後とか2時間後に車に乗った時すっごい暑いじゃないですかでエアコンかけても、まあ、しばらくあの室内が涼しくなることがちょっと難しいんで窓開けて走ったりする人も結構いるじゃないですかすごいですよあのエンジンジかけて、 で例えば買い物した荷物とか入れてる間に、まあ、戸とか窓を開けてエアコンを最大にするんですねそうするとわずか、まあ、23分あれば十分窓閉めて乗れるぐらい消えますあのでしかも真夏に4人で乗っていてで、えー、エアコンを最強にかける必要はないですあの 出るところがいっぱいあるのか、その風を強くしてもゴーとか言わないです。割と静かでガンガンに冷えるんで、あのやっぱり中東向けに会員で作ったみたいで、すごくエアコンは効きますね。まあ、そんなことで、あの後でブログでえっ、ー、と写真つけておきますけども、もし誰か会員、えー、を安く買いたいなと思いましたら。 言ってください。僕の弟が売りたいそうですので、すいません。よろしくお願いします。